触手が発達したキテメのマコ、キュークマーアミニアタ触手とは、無脊椎動物の口の周囲に臨場に分布する、伸縮や屈曲が可能な糸状あるいは、紐状の小突起。感覚細胞が多く分布する表皮であり、分類群や種によって千差万別であるが、感覚器、防御器、捕食器、呼吸器、固着器などの機能のいずれか複数を有する。触手というのは、 動物の頭や口の周辺から生える突起物を指す言葉である。ただし、細くて、硬く、動かないものは、ヒゲと呼び、動かず、太くて硬いものは、角と呼ばれる。触手と呼ばれるのは、それが柔らかくて、ある程度以上太く、動かすことができて、物を探り、それを掴んで引き寄せることができるようなもの、あるいは餌を取るのに使うものを指すことが多い。つまり、 触手という意味である。このような意味からすれば、ナマズのヒゲは触手と呼んでもいいが、実際には触手ということはない。おそらく触手は手の代わりであるという意味合いがあって、脊椎動物には元から手があるので、この言葉が適用されにくいのであろう。脊椎動物の器官で触手の名を適用されるのは足なしモリにあるものくらいである。そういう意味で、 比較的無脊椎動物に対して使われることが多い。なお、英語のテンタケルは、食虫植物の人形に対しても使用されるが、日本語では、そのような、使われ方はしない。上記のように、食種というのは、対象が、比較的曖昧であり、用途に基づく名前であるので、そう呼ばれるものは、分類群によってその性質も働きも多いに、異なっている。いかに代表的な例を記す。 タコの触手軟体動物において、頭足類のタコやイカの腕と言われるものは、触手の代表的な例である。ただし、学術書でも、触手と呼ばず、腕と呼ぶ場合もある。口の周辺に円形に8本の触手が並ぶ。それぞれの裏面には、吸盤や針が備わり、獲物を保持するのに適している。イカには、他に2本の触手様の器官があり、さらに長く伸ばすことができる。 これは普通、触手と言わず、触腕という。なお、オウムガイでは、触手は数十本ある。これらの触手は筋肉に富み、巻きついたり引っ張ったりすることができる。また、オスの触手の一本は、メスの体内に製法を受け渡すために、特殊な形となる。種によっては、メスの体内にその触手を切り離して、残すので、メスを解剖して、それを見つけた研究者が、 寄生虫と判断し、記載したことがある。極秘動物においては体内に配置する、水管系から体外に伸びる観測があり、生子類では、口の周りのものが特に発達して、触手となっている。種として、運動と接触に用いられる。花銀着の触手手法動物は、その名の由来である手法を触手に持ち、それを使って、小動物に毒を注入し、餌とする。 四方動物の体の形は大きく分けて二つあり、一つは定着性のポリップで、イソギンチャクなどがこれにあたる。もう一つは浮遊性のクラゲである。どちらの場合も、触手は口の周りに円形に配置する。ポリップの場合、体は円筒型で、口は上を向き、触手は中央に口が位置する円盤の周辺に並ぶ。クラゲの場合、体の形は傘状で、 傘の柄に当たる部分に口がある。触手は傘の縁に当たる部分に並んでいる。小動物に触手が触れると、四方によって毒を注入し、動かなくなった小動物をゆっくりと触手を曲げて、口に運び、飲み込む。四方動物は体の構造に基本的な対象軸があり、クラゲ類は4、ポリップの場合、6か8である。消化管のだや、 生殖層などがその数に合わせた形で存在し、触手の数もそれに連動している。なお、かつて四方動物とともに、校長動物として扱われた有句動物では、触手は体の側面から一体出て、句子状である。毛や虫の一種関係動物では、多毛類の五回類の頭部には、前方に向けて一体、横方向に、数体の触手がある。 触覚的な意味が大きいので、感触種とも言う。この触手がよく発達して長く伸び、微粒子などの餌を集めるようになったものもある。また、かんざしゴカやや毛やりシなど、固着性のものでは、触手がよく発達して花のように広がり、水中の微粒子をこし取って食べるようになっている。ヒゲムシハオリムシを含むシボグリのムカはいずれも、 細い管のような巣に潜み、虫体は非常に細長い。頭に一多数の触手を持つ。消化管はない。コケムシの一種ケムシ詳細は、触手管動物を参照かつて触手動物門という門が認められていたことがある。ホウキムシ、ワンソク類、コケムシを含む群で、現在ではこの三つはそれぞれ独立した群とみなすことが多い。これらの動物では、 口の周辺に円形または U 字型に触手が配列する。触手は細長い棒状で曲げて動かすことは少なく表面には線毛が並んでいて水中の微粒子などを口に運ぶ。同様な仕組みは内行動物にも見られる。このような構造は現在ではむしろ触手の配列全体をまとめて触手感と呼ぶことが多い。世界初の SF 専門パルプマガジン。 アメイジングストーリーズ1948年9月号。正体不明の光る触手に美女が絡め取られている。1951年10月号。実験室で増殖したミ触手は恐怖と嫌悪の対象でもある。ヨーロッパの中でも、歴史的に古代ギリシアローマの影響力が強い、地中海世界に属してこなかった地域では、古来、タコが、 悪魔の魚と恐れられて様々な物語で語られてきた。そこで描写されるのは種として巻きつけ、締め付ける食手と、そこに並ぶ無数の吸盤である。また、タコやイカの食手は、その柔らでしなやかに動き、絡みつき、吸いつく様から、好色な連想を誘う面がある。日本では、 カツシカ北斎が女体にタコを配した絵を描いているのが有名であるが、古代ギリシアローマではタコの卑猥さが論じられた。また、タコ自身が互いにしがみつき合い、絡まり合って交尾するとの記述がアリストテレスなどにも見られるが、これは事実無根の創作であり、やはり卑猥な印象によるものと考えられる。SF では、触手を持つ伝説上の怪物や宇宙生物、 ミュータントなどがしばしば出現する。日本では SF ホラー映画、優勢らの物体 X、X が1982年に公開されて、以降、前田敏夫などの漫画、菊池秀行などの小説、SF 新世紀、レンズマン、SF、超次元伝説ラルなどのアニメ、そしてアダルトゲームにも、触手描写が取り入れられ、表現として定番化していった。また、 成人向けのコンピュータゲームや特撮作品などでは、触手攻めという概念が派生し、一ジャンルを築いた。日常的日本語としては、他に働きかけようとする手を、比喩表現で、触手という。要例として、梶本次郎が1927年に表した短編小説、冬の日の一文、口実性を持った、もやしのように青白い量の触手は、 不知不識知らず知らずその灰色した木造家屋の方へ伸びていって、そこににじみ込んだ不思議な影の跡を撫でるのであった。をあげる。また、職種を伸ばすは、1、欲しいものを得ようとして働きかける。2、自分のものにしようとして近づく。3、野心を持って対象物に徐々に働きかけるなどの意で用いられる。1の要例をあげるなら、パステルに食。2の要例であれば、 スケカワ P が芸能事務所 Y の例の娘に職種を伸ばしてるってマジですかありがとうございます。